はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイ。これはセブンプレミアムの、アサヒのクリアクーラーというやつのアルコール度数が 8%、の、レモンサワー、とろけるレモンサワーというやつですね。果汁が 6% で、原材料がウォッカと焼酎とレモンライムスピリッツと、レモン果汁と糖類と酸味料と香料。果実の風味をより感じていただくため、氷点凍結仕込みのフルーツスピリッツを加えています。今宵のレモン。今宵はゆっくりとろけるレモン。甘みのこだわり、コクがあるのに後味がすっきりの特製シロップ仕立て。お酒のこだわり、焼酎のコクと、フルーツスピリッツのみずみずしい香りを、隠し味に使用。レモンのこだわり。レモンの果皮を含んだほろ苦いレモン果汁とまろやかな酸味のレモン果汁をダブルで使用。氷を入れて味わいの変化を楽しむ飲み方がおすすめです。書いてあります。アルコール度数8%なんで、完璧。結構おいしい。今日はつまみを用意しました。じゃーん。マイクポップコーンの梅味。これ初めて見たね。マイクポップコーンなんかね、いろいろ出てるんですよ、最近。スーパーで売ってたから、他にも3種類ぐらいね、あって。すげえな。1袋にレタスが約2個分の、食物繊維が入ってる。いただきまーす。これ美味しい。うめえだ。よく言うけど、ビタミン C がレモンの何個分とかさ。まあ、食物繊維だったらこれレタスって例えられるけど、実際レタスもレモンも、そんなに入っちゃいねえんだよな。だから比較対象としてあんまり。そこまで、なんだ、アルコール臭いっていうこともないし。これ美味しいな。大体アルコール度数8%とかになると、酒臭かったりな。その酒臭さが、なんか、このレモンの、皮の苦味みたいなので、ちょうど打ち消し合ってる感じですよね。これのクリアクーラーのストロングっていうのも出てるっぽいです。アルコール度数は9%。で、しかも、甘味料も含まれてないな。これ、今度買ってこよう。多分、セブンイレブンとかでしょ。あれだね。セブンイレブンの、プライベートブランドですね。これ、美味しい。そんなに、まあ、甘いかっていうと、そこまで甘くないし、ちょうどいいんじゃないですか。
このね、このクリアクーラーシリーズね、基本的に美味しいんですよ。うん、基本的に美味しいんですよ。値段も多分結構安い。のかな。まあでもセブンイレブンとかだったらやっぱ高いっちゃ高いんだもんな。まあもともとそもそもほら、コンビニ自体が結構高いでしょ。まあだから、うん。あ。セブンイレブンの、このクリアクーラーは値段が108円って書いてありますね。コンビニで108円で買えて、普通にアルコール度数も入ってる。ね、6% ぐらい。これが 8% なだけで、普通のやつは 6% ですからね。で、安定して美味しいという。うん。特に、なんていうか、癖があるとかでもなく。うん。うん。これは美味しい。まあ、あれだね。これ、甘味料入ってないからなんですよ、結局。うん。甘味料入ってると、まあ、俺はもう絶対買わないんで。うん。だから、いつも確認してね。買ってんですけど。たまに間違えて買うパターンね。あ、確認しないで買っちゃったみたいな。確認しないで甘味料のあるやつ買って、で、飲んだらやっぱりクソまずかったっていう。ねえ。パターン結構あるから。セブン&アイのこのクリアクーラーのストロング、これ今度買ってこよう。アルコール度数 9% で甘味料は含まれてないで、あ、値段も108円。まあまた来年じゃねえや、今年か。今年の5月ぐらいから、ね、消費税 2% 上がりますからね。最近またなんか上がったって言ったじゃん。なんだっけ、なんか、なんて言ったっけな。何上がったって言ったっけな、値上げ。なんか値上げしたよ、最近。あ、カップラーメンだっけ？あ、カップラーメン、カップヌードル、そう、日清食品のそこに俺は置いてある。日清食品のカップヌードルが値上げだぞ、おい。あ、6月1日からだって。で、結局6月1日ってことは、5月1日か2日だったかに、消費税 2% 上がるでしょ？ 2% 上がっての、さらにそれから乗せるわけだから、値が上がるわけだから。その1ヶ月後にね。あっちゃ。はぁ、あ。で、今年の1月の28日にキリンビバレッジが大型ペットボトルを値上げ。これもでかいっすね。1本約20円。
でかいあのペットボトルの 1.5 リッターとか。また値上げですよ。買ったり、マジで。んで、コカ・コーラも4月1日から、27年ぶりに値上げ。もうやだん。明治のスーパーカップ。あの、アイスですね。これも値上げ。まあ、あれだぞ。安倍のせいだろ、あれ全部。値上げ。何がアベノミクスだよ、バカ。あ、でもおかしいだろ、あいつら。アベノミクスでさ、なんか給料上がったりとかさ、なんかね、なんか騒がれてるけど、それ本当か？それ嘘だろ。ただのあれじゃん。安倍擁護してるだけじゃん。実質全然、給料上がってないでしょ。安倍支持してるやつ頭おかしいんじゃないなと思うで。あいつら頭おかしいんじゃない。何が景気回復しただよ。アホかおめえら。景気回復してもまあ実感できなきゃそれ景気回復したと言えねえだろ。で内部的になんかさ、そのなんか株価とかさ。株価が上がったとしてもですよ。それが給料に反映されなきゃお前、ただのあれじゃん。社長とかが儲かってるだけじゃん。な。社員が、何にも1ミリも多分上がってないよな。給料ね。で、消費税が 8% になり。で、また 10% になり。で、その他いろいろ、ね、食べ物とかが値上げされ。相対的に見て、あれじゃん。どう考えてもマイナスや。アホでしょ。本当にあんな、何が安倍ノミクス。ふざけたこと言ってんだよ。あ、ガリガリ君も値上げしたしな。去年ガリガリ君値上げしたしな。どこがあれやん。何がアベノミクスなの。アホでしょ。アベノミクスの効果。ね。見てみましょう。安倍政権は就業者数を110万人増やしたと言います。だがしかし、労働力調査によると、12年の6270万人から、15年の6376万人と、
就業者が106万人増えてる。ただし、正規雇用は増えてない。増えたのは、アルバイトとかの非正規の人間だ。で、給料。大企業を中心にごく一部の労働組合に、対する結果。厚生労働省の統計では実質賃金が5年連続のマイナスです。5% も下落し、年収400万円程度の労働者だと20万円もの、目減りですと。400万円ってことは20万。1年で20万でしょ。どこが景気回復なの？アホでしょ。で、こういうこと言うと大体バカな安倍のね擁護の人間がこう言ってくるんですよ。日経平均株価が上がってるじゃないかって。日経平均株価上がってんだから好景気になってるだろう。言うてくるバカがいるんですよ。じゃああなた給料増えましたかって。増えてないですよね。つまるところ日経平均株価が上がったとしてもこの上がった分のそのね。プラスは、結局社会の会社のさ、上層部しか、社長とかしか、ね、わかんないわけです。プラスになってないわけです。で、今のご時世さ、アルバイトだのさ、パートだのさ、ね。大量にいるんですよ。なんでお前正規雇用の人間の方が少ねえんだよって話。おかしいでしょ、だって。正社員の方が少ないんだもん。正社員の方が少ないんだぜ、会社で。会社のさ、働いてる人間、割合的に考えて、非正規の方が多いんだもん。アホだよな。んで、そのさ、非正規がさ、むしろ正社員が多くて、逆に非正規がいなければ、会社なんて成り立たないんですよ。まあ、いわば奴隷みたいなもんですよね。うん。奴隷ですよ。簡単な話。何がアベノミクスだよ、バカが。もうさっさともうお前やめれ、はよ。はよ、やめれ。クソ。クソ、安倍政権は。やめれ、はよ。お前もいらねえよ。消費税 10% 上がるわ。ね。食料品はもう上がりまくるわ。
それで、経済が回復したって思ってるようなバカは。いらない。そんな人間にさ、国任せてらんねえな。だからまあ少子高齢化も進み、ね。で、さらにはお前あれだぞ。年金のさ、ね、昔はほら、年金が60歳からさ、受けられるって話だったけど、今65歳。下手したら70歳になるときだ。何それ？しかもほぼ強制的に年金払わなきゃいけないじゃないですか。強制的に。強制だぞ。会社で働く上で強制。ね、70歳まで生きるかどうかもわからないような、この世の中で。強制ですからね。強制でさ、ね、お前ずーっと金払い続けてさ、じゃあお前69歳で死んだとしたら、いやもう70歳で死んだとしたらもうあれですよ、ただの払い損ですよ。で、その払い損の分をね、内閣とか政治家が全部もらってるっていう、着服してるようなもんですよ。何がお前アベノミクスだよ。バカが。死ねえお前。わけわからんこと言っとんなよ。もう目に見えるさ、効果があるんだったらわかるよ。目に見えてな。一般市民がさ、目に見えてさ、ね、給料が上がったりとかさ、してや、まあわかるよ。まあそれもねえんだもん。それなのにお前、未だにお前アベノミクスの効果があるだとか、言うとるバカがいるよ。頭おかしいね、こいつら。ということで、今回はちょっと政治のね、話になりましたけど、まあ珍しいですね。俺基本的に政治なんてあの無関心だからね。うん、これ美味しい。これは美味しいっすね。これは、108円とかだったら普通に買いですね。はい、3、4、3、4です。ご視聴ありがとうございました。